はい、こんにちは。パーカッションの高文です。事情によりアフレコでお届けしております。今回はレモさんのスキンディープというコンガのヘッドを初めて試してみたいと思います。それでレビューなんかもしていきますので、気になっている方はぜひチェックしてみてください。はい、というわけで早速貼ってみました。見た目こんな感じです。いかがでしょうか。やっぱ以前のニュースキンより見た目がかっこいいですね。ニュースキンのいかにもプラスティックっていう感じが僕は苦手だったので、これなかなかいい感じです。ただちょっとこう近くで見るとやっぱりなんか紙やすりみたいな、見た目をしております。で、この表面がですね、めちゃくちゃスベスベっていうかサラッサラなんですね。ほとんど摩擦がなくてこうスーッと滑ってしまう感じです。ちなみに本革は、結構摩擦があって、その次にニュースキン。スキンディープっていう順番で、だんだん表面の摩擦が少なくなっている感じです。はい、ではちょっと叩いてみたいと思います。で、ちなみにこれ iPhone のマイクなので、音が割れてしまったらすいません。ちゃんとしたこの音を聞きたいという方はですね、ニュースキンとの叩いてみた比較動画がありますので、そっちはちゃんとしたコンデンサーマイクで撮ってますので、そちらを見てみてください。音がめちゃくちゃでかいですね。ちょっとコンガヘッドにしては音が響きすぎているかなって感じです。ちょっと長く、伸びてますよね。はい、悪くないですね。ローハイドとかニュースキンに比べると高音成分がかなり強調している。特に音が伸びやすいような印象です。ただまあ、低いチューニングにすると、これ今 G なんですけど、十分使える音だと思うんですね。で、ニュースキンのチューニング大体 G から B フラぐらいまでの音域っていうのはですね、すごくチューニングが難しいのと、もう使いづらい音なんですね。音にまとまりが出すのがすごい難しい。ので、まあこの音域帯に関して言えばスキンディープの方が圧倒的に優秀だと思います。はい。で、チューニング上げた時のこの倍音気になる問題なんですけども、僕だったらですね、もうこれは諦めてガムテープしちゃいますね。はい。このようにくるくるっとですね、ガムテを丸めて。はい、大体自分の好みの、音の位置にですね、このミュートの位置が決まったら、まあ、この表面につけてるとダサいので、これを裏面に貼ります。はい、見えますかね、これ、コンガの底の面なんですけれども。これにさっきのこうガム手をですね、なんかこうスティックとかにつけて、こう、さっきのつけたとこめがけて、貼ると。すると、まあいい感じにまとまりましたよね。で、次にこの表面サラサラ問題なんですけども、もうこうなったらですね、僕は、シアバターとかを、ちょん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 と、つけちゃう。まあ使ってればね、自然に、皮脂とかで、摩擦、強くなると思うんですけども、もうちょっといるか。まあちょっとこう
摩擦が大きくなって引っかかるようになりましたので。まあ、これスラップがやりやすくなりましたね。で、これはちなみに超余談なんですけども、このロゴあるじゃないですか。このロゴ落としたくないですか？ちなみに僕、これ落としたい派なんですけれども、この印刷がですね、なんか、落とせるときと落とせないときがあって、多分昔のやつは結構落とせるんですけど、最近のやつ落とせないんですね。で、さっき試したら、これも、落とせませんでした。ちなみになんか、マニキュアとかを、こう、落とす、除光液とか使うと、落ちるやつはスーンと、消えてくれるんですけども、これはですね、こしゃくなことに、一切落ちませんでした。はい、というわけで、スキンリブの簡単なレビューでした。ロハイドとかニュースキンに比べるとですね、圧倒的にもうドラムのヘッドに近いような感じです。コーテドアンバサダーみたいな一般的なドラムヘッドありますよね。ああいう感じで、まあ一定の音域だったら、まあそのまま使えるかなっていう感じで。結構高くしていくと倍音がビャーっと、出始めるので、うまくコントロールしてあげる必要があると。で、そのままだと結構ですね、こう、コントロールする腕がないと中域、低域っていうのが出しづらいです。なのでさっき僕がやったみたいなガムテミュートしてこう出したい音域をうまく引っ張り出してあげるようにすると、まあ、かなり扱いやすいのではないかと思います。で、言い忘れてたんですけど、チューニングはめちゃくちゃしやすいです。もうすぐ音まとめられますね。僕1本10秒あればですね、好みの音に、チューニングできるなと思いました。なのでミュートとかチューニングでしっかりサウンドメイクすることを前提に考えればかなり扱いやすいヘッドだと思います。僕ニュースキーよりもですね、使いやすいヘッドだなと思いました。なんで、ライブハウスのコンガとかですね、なんか学校の備品のコンガ、こう古いコンガあるじゃないですか。まあそういうの全部ですね、もうヘッドスキンディープで、いいと思います。なんか本革でですね、もう古いですね、明らかに寿命を終えてるのに働かされてるようなかわいそうなコンガってあると思うんですけども、もうそしたらもういつのことですね、スキンディープに変えてあげてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションの有益情報やレッスンなど配信してますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また今回のね、スキンディープ検討していて、ここはどうなのっていうですね、疑問点がある場合はですね、コメントいただければ、わかる範囲でお答えしますので、お気軽にどうぞ。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。